こんにちは。ブッシュクラフトで使えるナイフをいろいろ探してるんですけど、前から気になってるナイフがあって、このコールドスチールっていうメーカーのナイフなんですが、アメリカの、メーカーらしいです。コールドスチール、こうイタリーって書いてるんですけど、メイドインイタリーで、メーカーはアメリカの、コールドスチールっていうところで、なんか台湾とかでも作られてるものもあるらしくて、このイタリーのところは台湾っていうふうに書いてるナイフもあるみたいです。鋼材が、CPM3V で AK47 フィールドって書いてるんですけど、この名前の由来がアサルトライフルの AK47 からなんかこうインスパイアされてデザインされたものらしくて、結構こう形状が独特の形で、自分はこの形がいいなと思って購入したんですけど、まあ、ブッシュクラフトで使えるかなっていうテストを、まあ、今回やってるのと、あと今屋外でも、日もかげってます。真っ暗なんですけど、11月で、もう6時、回って真っ暗の中でライティングがきちっとできて、動画がビデオが撮れるかなと思って、まあナイフの紹介もしたいなと思って、このナイフの紹介を、まあ鋼材、先ほど述べたようにCPM の 3V です。 A2 鋼とか日本のナイフでよく使われる VG 天鋼のものは持ってるんですけど、この CPM3V の鋼材のナイフを持ってなかったんで、まあそれもあってどうかなっていうので、あと厚み、刃の厚みが 4.9、まあ、5ミリ近くあって結構厚めです。大きさもかなりあります。でフルタングでこのように、でここクリップのパネルを外してばらしたんですけど、肉抜き穴とかないフルタングのずっしりした重みで握るとこのようにバランスがハンドルの方に結構あるんですけど、この感じかな、あのセンターバランスはこんな感じでこの辺にあります。このハンドルの形状が独特なんで、持つ人を選ぶとは思います。私の手は結構指が長くて、なんか大きめな方なんで、まあ、こう持つとしっくり自分はですね来ました。ただ木をいろいろ削ったり叩いたり割ったりしてたんですけど、意外とちょっと疲れるというか、使い方を一般的なブッシュクラフトナイフと比べるとちょっと疲れるかなっていう印象ですね。ただ叩き割ったりするときに、まあこう持つんじゃなくて、なんかこう持って、例えばこのようにこうチョップするとき、こう持ってる、こう持つんじゃなくて、まあ、こう持って、このあのナイフかなり重さがあるんで、重さを生かしてこういうふうに、まあ使うとこのような持ち方ですね、意外とあの作業がやりやすいなと思いました。で、あのこの CPM3V の鋼材に関してなんですけど、いいなと思います。箱出しのエッジがかなりぬるい感じで刃がついてきたんで、今これ研いでる状態です。箱出しが機械でこうグラインドされたフェットな、こう刃のジオメトリーが鋭くなくて、かなりこうフェット太った状態であのついてきてたので、私はもう届いてそれ見て、あ、これはちょっとマイチかなと思って、すぐにあの砥石であの削ったんですけど、あの1000番から、研いで2000で、あと最後5000で仕上げて、刃の黒膜っていうとセラミック砥石使って、であと革砥でストロップして仕上げた状態で、これで屋外でブッシュクラフトナイフとして使えるかなと思って今日いろいろやってました。で意外といいです。あの刃も頑丈で、それなりにカシの木を叩いてたんですけど、あのカシの木ってすごく硬いんですよね。で特に乾いた
これも樫の木なんですけど、節の部分、このようにかなり硬い節をガン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 これ叩いて、ナイフで叩いて割ったんですけど、切ったんですけどね、すごく刃がまだ全然傷んでない感じですね。木を割る作業に関してはこんな感じで、結構私大きい薪を扱ったりするんで、ブレードの長さがこれ 13センチぐらいあるんですけど、結構長めのブレードの方が作業性がいいかなと思って、まあバークリバーのナイフとかだとブラボー1より、ブラボー、まあ、1.25 とかの方がいいのかなと思って考えてたんですけど、なかなかちょっとブラボー、バークリバーのナイフも高いですし、今かなりキャンプとかが流行っててバークリバーのナイフがないので、探してもないので、違う、すぐ売り切れちゃってとか、そういうので、まあ、このナイフ使ってみようかなと思って、意外と良かったです。例えば樫だからものすごい硬いんですけど、こういう大きい薪とかでもこの感じでブレードが長くないと叩けないんですよね、結局。でこんな感じで、割れるんで、でまあこんな感じでガン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 割ってても、刃自体は今のところですね、チップしたりとかそういうのもないですね。それすごく丈夫な包材だなと、 TBM この 3V いいなと思います。作業的には30分から1時間ぐらいはなんか木を削ったり叩いたりはしてたんですけど、まあその状態、そういうことをした後でもこのように刃がほとんどなまってない感じで、よく切れます。うん、じゃないかなと。刃の付け方によるとは思うんですけど、購入した状態ではかなりフェットなジオメトリーで、こう刃の先端が太って機械でグラインドされた状態でついてきたんですけど、まあ、研ぎ直せば全然使えるかなという感じで、あとこういった硬い木でもこのナイフの重さを生かしてバトリングもガンガンやれるなっていうので使えるなっていうのが最終的な感想ですね。これ使い倒していきたいなと思って、自分もフッシュクラフトナイフでちょっと他のも試してみたいなと思ってるのもあるんですけど、まあ、これに関してはこの形状がもうすごく私は好きなんでいいですね。ちなみにハンドルは G10 っていう素材です。付属のシースはこんな、シースが、ついてきます。プラスチッキーな感じなんですけど、こんなに私は悪くないかなと思います。ちょっとこの装着時のハマりが固めなんですよね。なのでこう取る時にこう引き抜くのはちょっと硬いので、まあ馴染んでくれば、まあこれ使ってて結構こう馴染んできたんですけど、こう親指をここに当ててこう押し出してやれば抜けるかなと。でシースのここですね、この両側が内側のこことここが厚めになってるんで、そこがちょうどこの部分をはまって、この部分がこうテンションがかかって、でここでロックアーマーかかるような感じの仕組みになってます。悪くはないかなと。なんかレビュー見てるとあまりこういい印象ではないというか、刃がなまっちゃう、こうやって中に当たるのかちょっとわかんないんですけど、なまっちゃうようなことも書かれた方もいらっしゃったんですけど、まあ私はまあ使いやすいしいいかなと思います。こんなシースがついてきます。これもし気になってる方がいたらかなり使えるんでいいと思います。はい、どうもありがとうございました。